変化 T. ティ・ブラックスミスはフィンランドのヘビメタルミュージシャン。本名はヘンリー・サムリ・セッパラである。チルドレン・オブ・ボドムの元ベーシスト。また、バックボーカルも務めていた。変化は本名のヘンリーの一般的なニックネームである。また、ブラックスミスはセッポラの英訳である。チルドレン・オブ・ボドムドイツ公演1980年にエスポーで生まれる。兄の影響で、 スレイヤーやパンテラなどヘビメタルやハードロックを聴くようになった。11歳ぐらいの頃ギターを買ってもらい弾くようになる。1995年にアレキシライホーにベーシストとして誘われイナースットに加入。サードでもシャイニングから参加する。1997年にイナースットはチルドレン・オブ・ボドムに名前が変更されファーストアルバム。 サムシングワイルドでデビューした。以降、チルドレン・オブ・ボドムのベーシストとして活動を続けている。他のメンバーがサイドプロジェクトを行ったり別バンドでも活動したりしていたが、変化はそのような活動を行っていない。変化によると、最も大切なことは人生と家族とバンドであるという。2019年12月15日のヘルシンキでのライブを最後に、 安からアッチ開年、ヤンネ・ウィルマンと共にバンドを脱退した。脱退する3名は、第一線を退き、生活の方向性を変えるとのことである。後に、チルドレーン・オブ・ボドムーを脱退することを決めたのは2019年春のことであり、当時は脱退後のことについては何も決まっていなかったと述べている。2020年1月下旬、オルタナティブ・ロックバンド、ムーン・ショットを 他の3名のメンバーと共に結成した。結成後のインタビューでは、チルドレン・オブ・ボドムでの活動に感謝を述べ、ボドムの後の人生計画はすぐにまとまった。まあ、実際には計画なんてなかったんだけどと語り、バンドについては、ムーンショットはメロディックデスメタルからはかけ離れている。いくつかのクロスオーバー要素、たくさんのメロディーがブレンドされているんだと紹介した。また、 音楽活動と並行してヘルシンキ大学に在籍し、政治学と政治史を学んでいた。ありがとうございます。